サマーサスピションは日本の競争馬である。サンデーサイレンスの初年度産区であり、ギー時代の青馬賞を優勝した。場名の由来は、杉山清高オメガドライブの楽曲、サマーサスピションより、以下、バレーは旧表記で表記する。母が重賞5勝のダイナフェアリーで、父は当時新種母馬ながら、すでに、 プライムステージが札幌3歳ステークスを制するなど活躍の兆しを見せ始めており本場の見栄えの良い場体もあって初戦から圧倒的な単勝一番人気に押されたしかし3歳時は2戦して2着4着に終わったデビュー戦は後に NHK 杯や七夕賞を制覇するマイネルブリッジに花さで敗れており実力は見せていたものの 腰に不安が出たこともあって、休養に入る。4歳になって、ダート戦で勝ち上がると、一生場ながら、青馬賞に出走。6番人気ながら、17番手から、直線だけで束を、五ぼ抜きにする勝ち方を見せた。レース後骨折が判明し、休養に入ることになったが、青馬賞の勝ち時計2分25秒8は、田やすつの東京優秀の勝ちタイムより1.5秒。 早いものであったため、幻のダービー場と呼ばれることもある。復帰後は、体質の弱さもあって4戦して、未勝利に終わったが、大阪杯で、待機ブリザードの5着に入っている。サンデー・サイレンスの地が求められていたことや、すでに全王とのローゼン・カバリーが活躍していたこともあって、1996年の天皇賞で14着に、敗れた後、急遽その年から種母場となり、 種付けを始めた。初年度3区からジャンプ重賞を2勝したアイディサマーを出したが、平地ではこれといった活躍場を出すことができず、現在は輸出されてオセアニアで種ボ場として活動している。ありがとうございます。